ダイマクションカーはアメリカ合衆国の発明家であり建築家でもあるバックミンスター・フラーが1933年に設計したコンセプトカーである。ダイマクションという語は自身の発明品が人間味のある生活環境を改善するプロジェクトの一部を構成するということを強調するためにフラーが発明品のいくつかに与えたブランド名であった。この車は30マイル。 映画ガロンの燃料消費率で11名を乗せることができた。フラーは最高速度が120マイル毎時に達すると主張したが、記録された最高速度は90マイル毎時であった。イサム・ノグチは、車体形状を決めるための要素となった、石膏製の風洞モデルを作成して、大マクションカーの開発に関わり、1934年にこれを運転して、 クレアブース・ルーチェとドロシー・ヘールを連れて、コネチカット州への長距離ドライブに出かけた。ダイマクションカーは一輪の後輪が転打する、三輪自動車であり、全長と同じ長さで U ターンすることができた。しかしこの後輪転打は、運転にある程度の違和感を覚えさせるものであり、特に横風を受けるとこれが顕著であった。ボディは、ウレルパースの設計手法に則っ,った類的型で、 自然と空気力学的に優れたものとなった。全長は20フィートと通常の車の2倍の長さであった。リアシップエンジンによる前輪駆動という得意な駆動方式で動力源は車体後部に搭載した出力85制度馬力のフォード製 V 型8気筒エンジン、全車軸もフォード製の部品で当時のフォードロードスターのものを前後逆さまにして搭載した形である。 ドイツの発明家でありヘリコプターの先駆者であるエンゲルベルト・ゼシカが1929年に発表した自動車はバックミンスター・フラーにとって重要な特徴を備えていた。ゼシカのミワ自動車はフラーの大マクションハウスや多くのジオデシックドームと同様に簡単に折りたたみ、分解、組み立てをすることも可能であった。号車は1933年の バンコク博覧会の第一期に出品された際、デモ走行中にシカゴサウスパークのコミッショナーが運転する車に追突されて横転、ひどい損傷を受けた。追突した車は事故直後に現場から逃走し、この事故により大マクションカーを運転していたカーレーサーのフランシスティ・ターナーは死亡2名の同乗者が重傷を負った。負傷したのは フランス空軍省のシャルル・ドルフィス、航空の先駆者であり、日本のスパイであったウィリアム・フォーブス・センピルであった。運転者はシートベルトを着用していたが、この試作車のキャンバス製の屋根は衝突の衝撃から、守るような十分な強度は有していなかった。検視官の調査により、事故の原因は、ダイマクションカーを詳しく調査しようと接近したコミッショナーの運転ミスであり、 大マクションカーの構造や操作性によるものではないと特定され、バックミンスターフラーは事故原因は後ろから接近してきた別の車の挙動によるものであると発表した。しかし、報道機関は追突された事実を伏せて、事故は大マクションカーの型破りな構成に起因したように書き立てた。この事故は投資家にこの計画への投資を諦めさせた。 1988年の書籍、ザエイジ・オブ・ヘレティクスで著者のアート・クライナーは、クライスラー社がこの車の量産を断った本当の理由は、この車が中古車や、すでに流通経路に乗っている車の販売環境を破壊するであろうと考えた銀行家たちが融資を引き上げると脅したからであると主張している。バックミンスター・フラーによるオリジナルのダイマクションカーは、計3台が製作された。 なお、設計者であるバックミンスター・フラー自身も2回の事故を起こしている。製作されたオリジナルの3台は、前述したように1号車は消失し、2号車はリノの国立自動車博物館内のハーラーコレクションに保管され、3号車は1950年代に廃棄処分されて現存しないと考えられる。2010年10月に建築家であり、 バックミンスター・フラーの教え子でもあるノーマン・フォスターは4号車となるダイマクションカーを再制作した。オリジナルのダイマクションカーの内装を再現するため4号車の制作の過程で広範囲に及ぶ調査が実施されたが唯一のオリジナルである2号車は劣化が激しく残された文書も十分なものではなかった。しかしノーマン・フォスターは劣化した内装を復元することを条件に 博物館から2号車を借り受けることに成功し、再制作は実現した。4号車の内装を担当するオルーク・コチトリマーズ社は2号車の内装のレストアも任され、2号車は調査とレストア作業のためにルドイックに送られ、完成後に再びリノの国立自動車博物館に戻された。他に自動車愛好家のジェフ・レインが自身で運営するテネシー州ナッシュビルの 自動車博物館のために制作した1号車のレプリカも存在する。シャーシは、ペンシルベニア、ボディワークは、チェコ共和国の職人がそれぞれ担当した。木製フレームの車体は、塗装を施さないアルミニウム板を打ち付けた銀色のボディとライトブラウンのキャンバスウッチのソフトトップで構成される。インテリアも木製である。ダイマクションカーは、 映像作家でコメディアンであるノエル・マーフィーの作品、ザ・ラスト・ディマクション、バックミンスター・フラーズ・ドリーム・リストワードの題材となり、2011年10月にイエール大学で行われた上映会と講演を受けて映画は、ニューヨーク・タイムズが見に取り上げられた。ありがとうございます。